菊池さん、ここは、2日目の、3コース共通の通過点の坂梨、はい、宿場ガイド、はい、そうですということですが、ね、看板も出てますけど、江戸時代は、文語ガイドのこの一部そうですね、はい、ここがあのガイドだったので、はい、あのここをあのお殿様とかがこう大名行列でこう通ってたのかななんて思うと、まあ、ちょっと違う楽しみ方もできるかと思います。看板見るといろんな屋号が、ね、この近くにはあって、ね、昔の人もここで一息ついてたようですが、ウォークラリー当日はね、参加者の人たちもここでちょっと休憩できるポイントがあるそうですね。そうです、はい、一応あの給水場あのエイドステーションですね、うんうん、を準備予定なんですけども、一応あの毎年人気のトマトの丸かじりとか、うんうん、あのきゅうりの一本漬けですね、はい、そういうのをちょっと用意する予定なので、うん、そういうちょっとそういうのも楽しんでもらいたいっていう意味を込めてちょっとこう阿蘇丸かじりっていうのがついてます。もちろんね、あのそうやって阿蘇の味も楽しめるんですが、また地域の人たちもねすごい笑顔で迎えてくれるんですよね。そうなんですよ、はい、あの触れ合いもねまたあの醍醐味の一つなので、はい、皆さんぜひそちらも楽しみに参加してみてください。じゃあゴール目指していきますか。はい、持ってきて正解。正解です。さあ、ここは、ゴール近くにあります、はい、私たちの後ろには阿蘇神社のね、熊本地震で倒壊した楼門も見えていますけれども、こちらの奥の方には門前町商店街もあって、はい、ここもね、はい、あの阿蘇市おすすめの、そうなんですよ、観光スポットになっています、ね、はい、あのやっぱこう疲れたっていうところのゴール付近になってますんで、うんうん、まあ、ゴール前ゴール後のこう疲れたところをですね、あの門前町の人たちがこう癒してくれます、はい、あとまあ水着とかもあるんで、うん、そういうところでまた最後のお水を飲んでゴールしたり、まあ、ゴールの後にお水寄ってもらったりして、うん、あの楽しんでほしいと思います。皆さんゴールあと5分です。頑張ってください。ゴールスタートは門前町商店街、皆さんお待ちしてます。あの今日はね、コースを菊池さんと一緒に回ってきましたが、まあ、今年もたくさんの参加があるといいですね。はい、そうなんですよ、本当に今回今年はあの復興の意味も込めて全国からウォーカーの方に来てもらいたいなと思ってます。元気ウォークをきっかけに阿蘇に来てもらって、阿蘇に泊まって阿蘇で食べて遊んで帰ってもらいたいと思ってます。どうしても遊ぶなんて不謹慎みたいな思いも ある人も多いと思いますけれども、やっぱり観光地なので泊まってもらって食べてもらって遊んでもらうことが一番のまず復興につながります。どうしてもやっぱりこう地震の影響で道が寸断されたりとか、やっぱりこう JR がちょっと使えなかったりっていう分もちょっとありますので、そのところに関しては阿蘇市役所とか大阿蘇元気ウォークのホームページをですね見ていただくか、こちらにお問い合わせいただきますと、どういうふうにしたら元気ウォークに参加できますよとか、宿についてとかご案内できますので、よかったら皆様全国から参加してください。お待ちしてます。大阿蘇元気ウォーク2016、皆さんのご参加を待ってます。